ご覧いただきありがとうございます。ラジコンカーマニアの高弘です。今回の動画はですね、ターボオプティマに 13.5 ターンモーターをつけて走らせてみよう、走らせたらどんなパワー感なのというね、大変意味のある動画になると思います。意味のあるというのはですね、まあターボオプティマ盆栽にしてる人も多いと思いますけど、走らせたいと。そしてこの機会にね、ブラシレスモーターデビューをしたいという人がね、 13.5 ターンモーターターボオプティマはどのぐらいの走りをするのかというのはね、大変有益な動画になると思います。私はね、ターボオプティマに限らず、まあ、ラジコン全般でですね、最初にブラシレスモーターを買いたいと、何ターンがいいの、どれがいいのという人におすすめしているこのね、 G ホースのブラシレスコンボセットがあって、安くていいからおすすめしてるんですけど、実売価格が7000円ちょっとですからね、セットでね。この商品のリンクはこの動画の説明欄に貼っておきますね。まあ、7000円ちょっとですからね、ブラシモーターで揃えようとしたら多分3500円ぐらいですかね、モーターと ESC で。それに対して4000円ぐらい高いね、これ7500円ぐらいで買えるコンボセットですけど、ブラシレスモーター、まあ、今普及してることからも分かる通り、やっぱりブラシレスモーターはいいんですよね。今ほんとブラシモーターって全然開発されてなくて、発売もされてなくて、その今買える、新品で買えるブラシモーターっていうのがね、全て軸受けがね、メタル、全てといってはあれですけど、ほとんどメタルなやつしか売ってなくて、それに対してね、ブラシレスモーターならもう必然的にボールベアリングですので、これだけでね、少しコストが浮くと、実質コストが浮くという、その上耐久性がいい、そしてまあ売る時も値がつくと、そう考えたら全然高くないと思いません？でさらにね、その耐久性、ブラシモーターと比べて何がいいのかというのを説明させてもらうと、まあ同じパワーを引き出したとしても、モーターの熱を持ちにくい、そして同じ熱を持ったとしても、モーターが熱だれ、要は熱によるね、パワーダウンがしにくい、そしてすごくトルクがあるので、ギア比の選択幅が広いと。そしてブラシレスなので、ブラシがないので、ブラシを買わなくていい、消耗品であるブラシを買わなくていい、もういいことずくめで4000円違いですからね。まあこのね、ブラシレスコンボセットが極端に安いからなんですけどね、そういった安さも含めておすすめしてます。ターボオプティマに限らずですよ、ラジコンを始めて最初の1個としておすすめしてます。そんなね、状況の人も多いと思います。ターボオプティマに限らず、ラジコン買ってブラシレスモーターデビューしたいんだという人も多いと思うので、まあそういう人たちにも有益な動画になります。たまたま私がターボオプティマを走らせたいのでつけてるという考え方で見てくださいね。ギア比は標準の 25T ピニオンで 9.24 対1です。まあ先ほど言ったね、 13.5 ターンモーター、ブラシレスモーター、ブラシレスモーターはギア比の幅が広いといったこともあり、遅ければねピニオンギアを大きくして速くすればいいし、速ければピニオンギアを小さくて遅くすればいい、そのね幅も含めて13.5 ターンモーターがブラシレスモーター最初の1個としておすすめしてます。で、バッテリー今から走らせにきます。バッテリーはですね、 7.4V のリポです。では今からボディをつけて走らせに行きます。よろしくお願いします。はい、外にやってきました。かっこいいですね。ブラシレスモーター 13.5 ターンを積んだターボオプティマですが、ギア比がね 9.24 対1ですので、それを用いれば他の車種に10分の1バギーにもね当てはまることですので、そういった観点でもご覧くださいね。いきます。おーおー、速い。うわ、いいじゃないですかこれ、十分でしょう。7000円ちょっとでこのパワーが得られれば、ブラシレスコンボ G ホースのね 13.5 ターンブラシレスコンボです。商品のリンクはこの動画のね説明欄に貼っておきますのでね、
安くていいブラシレスモーターコンボで、なおかつね、最初の一つとしてはね、私が他の方にもねおすすめしてるのになりまして、他の方にも好評を得てますので、まあよっぽどなことがない限り間違いないと思います。あくまでね個人的なおすすめですけどね。おお、うわ、どうしてもねオーバーステア気味の特性の車なので、それはねバッテリーとリア、あ、モーター、特にねリアモーターがねリアオーバーハングにありますからね、どうしても振られた後収まりがつかないんですよね。ですからそういったオーバーステア気味かつスピンしてしまいがちな走行特性になります。まあ切れ角をね今最大にしてますのでね、ちょっと切れ角を収めたりすると滑らせやすくなったりすることも多いのでね、そういったこともやってみてくださいね。今日は気温33度なので熱はやっぱり心配ですね。まあブラシレスモーターは熱だれに強いし、そうそう壊れないですからね、よっぽどなことしない限りね。33度でねギリギリ触れるか触れないぐらい、あ、気温が33度で今2、3分走らせましたかね、こんな感じです。ギリギリ触れるか触れないぐらいか、まだまだ走りますよ。おお、使っても壊れない、ボディが曲がってる。ほらぶつかっても壊れない。いけ、おお、早いな、 13.5 ターンモーターでも。いいなあ、ボディが低くて。かっこいいな。うわ、見てください、フラットダートのターボオプティマ、かっこいいですね。さあ自慢してますけどね、ブラシレスモーター 13.5 ターンターボオプティマのノーマルギア比 9.24:1、 こんな走りですからね。参考になれば幸い、そんな動画でした。ご覧いただきありがとうございました。